こんにちは、にじこです。昨日5月3日は風さんのキラリがリリースされて3年目だったんですね。もう3年なんですね。びっくりです。おめでとうございます。もうね、これはなんかちょっと風さんが一段階またステージアップするきっかけになった曲のような気が私はしてるんですけど、CM ソングでね、こう一気に世の中に認知が広まるきっかけにもなりましたよね。で、わし踊りてえって言ったということで、風さんがね、本格的にダンスを習ってダンスを取り入れたっていうのも新しかったし、そう、バイクの免許も取ったんですよね、この時に。すごいですよね。まあ、花では車の免許も取りましたけども、バイクね、普段あんまり乗ってないような気はしますけども、でもかっこよかったですね、 MV の中のバイクのシーンがね。はい、そんなキラリリリースから3年ということで、なんかすごいこの年月を感じてしまいましたね。で、いろいろ最近の風さんの発言やらからいろんなことを思ったんで、つらつらと話してみようかなと思ったんですけども、はい、その前にこのキラリのね時にアフタートークってあったじゃないですか。あのライブ配信がね大好き、あれ好きな人多いですよねあれ大好きですね。なんか何でしょう、カメラワークがこうすごい近いんですよね、あれ。なのでこちらね、なんか何でしょう、素の風さん、こうリラックスした感じで、そして曲について説明しながらいろんな話をしてくれてる、すごく自然な感じがとてもいいなと思って、たまに見たくなっちゃうんですけどね。はい、でね、この時からもう3年の月日って、いや、もうね、23歳から26歳の変化って大きいですよ、本当に。いや、私たちの3年とはわけが違うそんなこと言ったらあれですけどいや、でもね、本当にそう思いますよ。やっぱりちょっと最近の風さんはさらにこう、なんていうのかな、安定感と、そして、なんか大人なアダルティーな感じが増したというか、なんかアメリカでこうリラックスしてのびのびされてるからなのか、金髪銀髪のせいなのかわかんないですけど、とてもなんかどんどん成熟した大人の男になっているという感じがするのですがね。で、そんな風さんがですね、LA からの写真をね、最近インスタの方にもポストしてくれましたが、本当になんか何気ない日常がわかるようなものばかりで嬉しかったですよね。 LA の空とかね、なんかあれ、なんか竜みたいって私は勝手に思ったんですけども、そんな写真とか、あと海苔のなんか海苔のスナックみたいなものがあるみたいでね、そういうものじゃないかという話もありましたけども、そんなのこう食べてるシーンとか、食べてるっていうか、そんなののシーンとか、あとあれはビーガンのサンドイッチかな、なんか美味しそうなね、アボカドとか、なんかフルーツ野菜とかのいっぱいのね、LA はいっぱいビーガンのお店があるらしいので、何も困らないでしょうね。なんか美味しいお店がいっぱいあるということなんで、そんなのを見せてくれたりとか、あとスタッフさんね、これズッツさんではなさそうな気はするんですけどね、なんか楽しそうに爆笑してるシーンとかいいですね。レコーディングも順調にされてるのかなっていうのもありましたね。音が一瞬だけ出るみたいなのがありましたね。気になりますよね。ああ、これ新曲なんだろうなっていう気はしますけどもね。そんな日常を楽しんでらっしゃる様子が分かって、とってもね、
嬉しい気持ちになりました、私も。うん、なんでしょうね、本当に写真ちょっとしたのを見せてくれるだけですごいこうニコニコしてしまうというね、これレコーディングのシーンですよね。どんな曲なんでしょうね、楽しみですよね、本当に。うん、でまたこんなね、もうなんですかこのセクシーショットはね、こんな写真も載せてくれて、はい。あ、そういえばね、全然関係ないんですけどね、うちのベビーちゃんの初絶句に昨日行ってきたんですけども、顎割れてましたですごい気にしてて、その若いママとパパは、うん、いいじゃんだって言ったら、だってなんかバカにされそうで大きくなったらってか、何を言ってんのよ、藤井風さんだって割れてんだからとかって言ったら、2人は特に興味がないのではって感じでしたけどもね。まあそんなことはいいんですがね、美味しそうですねこれね、野菜、ブロッコリー、トマトにポテトにアボカドサンドかな、うん、ヘルシーですね。はい、そう、これは龍に見えたんですけど、龍が応援してるのかななんて、うん。でですね、でその前、ちょっと前にね、あれもありましたね、ドライヤーのインスタライブ突然お風呂上がり、シャワーの後の髪を乾かす、いきなりそれインスタライブをやるっていう、この何なんでしょうねこれね私はちょっとリアルタイムでは見れなかったんですけれども、もう面白すぎますね本当に。でもなんか全くの本当に日常、何にも気にせずこうパッとね、こう上げるというこういうところが風さんのいいところですよね。うん、ね、はい、ネックレスしてないですね。お風呂の時、シャワーの時取るのかしら。うん、まあそんなこんなでいろいろね、離れていても、うん、日本とは離れていてもいろいろ知らせてくれるのが嬉しいですよね。で、その頃かな、ちょっと風さんからメッセージが届きましたよね。Please never buy ridiculously expensive tickets. Please save your precious money or use it for other useful things. Please. すいません、下手くそで。まあ、うん、どうか、まあ、ridiculous って、こう、馬鹿げたってことですよね。どうか、馬鹿げた、まあ、馬鹿高いチケットを、買わないでって、うん、どうかあなたのその大切なお金をあなたのもう、うん、あなたのために他の有意義なことに使ってみたいな感じかな。うん、いやこれはちょっとびっくりしましたね。だって自分のライブのチケットを買わないでって言ってるんですよ。そんなこと言うアーティストいませんよね。うん、1枚でも多く買ってほしいって思うに決まってるじゃないですか。多くの人に来てほしいと思うに決まってるじゃないですか。でもあえてこれをメッセージとして出したという風さんの意図を思うとですね、やっぱりその風さんサイドっていうのはいつもこうみんな平等っていうのが常にあって、だからこうどんなに広いところでやってもこうね、アリーナは高いとか遠くの席は安いとかそういうのがなくて、みんな平等、もうその当たったらラッキーみたいな、近くが当たったらラッキーみたいなね。てかどこにいても心の距離は一緒っていう風さんですからね、そもそもがね。だからその値段も一緒で、うん、なんかそのファンクラブがないのも、そのなんか聞きたい人は聞いて、聞きたくなかったら聞かなくてもよくてみたいな、ズズさんもそんな風に前おっしゃってましたけど、その自由にしたいっていうね、こう風通しよく、うん、
なんかどうしてもファンクラブって作っちゃうとファンクラブの中だけでしか見えないことがあって、他のファンには見えないみたいな。そしてファンクラブに入るにはお金が必要で、そうするとお金の問題で入れない人がいたりするかもって思うと、あ、そういうものは作らない方がいいって多分なったんじゃないかなと思って、それがあの無料のアプリというね、ああいう形になったと思うんですよね。でもあれはね、本当にあの某アイドルのファンだった私の友人に言わせると、有料ファンクラブよりもよほど充実してると、もうびっくりしてましたね。うん、だからそういう精神の人たちだから、そのアメリカではね、またやり方が違って、もう風さんサイドではどうしようもないところがあって、プロモーターが違うから、でそうするとね、とんでもないなんかその正規のチケット販売じゃないところが買い取って、そこが値段を勝手に釣り上げて、でも行きたい人はそれでも買ってしまうみたいな状況が起きていて、まあ、私もそうなんですけど、だから私がなんか言うのもなんなんですけども、そういうことに危惧して、でずつさんのダイアリーにもありましたけど、ね、現地の行きたい人が行けないと、チケットが取れない、高すぎてみたいな話を聞くと、ああどんなに悲しいかという気はするんですよね。でもそれがアメリカのシステムだからしょうがないとはいえ、でもそこになんか風さんはなんか黙っていられないっていうか、ちょっと言いたいっていうのがもう思わず出ちゃったんでしょうね。でそれはなんかアメリカのやり方に対しても言ってるような気もするし、なんかいろんなことを感じたんですけれどもね。で本当にびっくりしたんですけども、コメントにはね、でも風さんは本当に前からも最初からそうだけども、自分の信念をとにかく貫く人なんですよね。周りが何を言おうと自分の信念っていうのは貫くんですよね。でそれがその何て言うのかな、頑固っていうのとは違って、ちゃんと聞く耳を持っていて、でそのあそういう考えがあるのか、あなるほどねっていう、そういう柔軟さはすごくあって、だけどもその理不尽なことを言われたりとか、理不尽だと思うことに関してはもう本当にそれに対しての自分の意見というのはもう曲げないっていうところが、本当にそこがね風さんのねすごいとこだなって思うんですよね。もう最初からそうですから風さん、だから何も恐れてないんですよね。こんなこと言ったらなんかいろいろ支障があるかもしれないとか、なんか自分が売り出すのに不利かもとか、そういったことは一切考えてなくて、もう純粋に、常に純粋に 100% ピュアで自分っていうものを偽らず生きてる方だなと思うんですよ。でそういうところがね、こう引きつける要因の一つでもあると私は思って、いや私もそういうところに本当にね引きつけられちゃうんですよね。もうだってそこまでの信念のある人ってなかなかいないですよ。で自分が手にするものが大きくなればなるほど、それを手放す怖さっていうのが出てきて、人はこう恐れを感じてなんか迎合しちゃったりするものじゃないですか。でもそういうところが一切なくて、もう本当にかっこいいですね、そういうところが。別に失うもの、わしはもう失うものは何もないっていつぞや言ってましたけども、そういう人だからですよね。別にそれで何か問題なんていうの、もうじゃああなたいいですって言われたら、あそれならそれでみたいな。でズズさんも風が明日辞めるって言ったら、あそれならそれでみたいな。あ来年辞めるだっけ、なんかそんなことを言ってましたよね、前特典映像で。だからその恐れがないんですよね。恐れがないって最強なんですよね。なんかアメリカが日本を恐れたのは日本人に恐れがないからだっていうのを聞いたことがあって、死ぬことを厭わないっていう、みんな死ぬのが怖いからそれを恐れていろいろ画策するのに、死ぬことすら恐れてないっていうか、死ぬことを恐れてないっていうのはこれ以上何も恐れるものがないということで、その姿におののいたみたいな話を聞いたことがありますが、もう恐れがないって最強なんですよね。
うん、でもみんななかなかこう手放しがたいものがあって、執着があって、それでこう怯えて生きているようなところがあって、でも風さんは本当に満ちていく通り手を離す、軽くなる、満ちていくを実践している方だなと思うんですよね。で、何も恐れてない、うん、そこがね本当にねかっこいいですね、うん、で例えばイントロが今ないのが流行りで、なぜならサブスクでみんなランダムにいろんな曲を聴くから、最初にもうイントロが長いともう聞かなく飛ばされちゃうみたいな話があってね。そんな中なんなんめっちゃ長いイントロじゃないですか。もうあれも自分はこうしたいっていうのがもうあって、でそんなハウトゥーとかセオリーとかそんなのはどうでもいいんですよね、うん、だからこそ届くんだと思うしね、みんなにね、うん、でいろんな噂が立ってなんかいろいろ攻撃されたりとかそんな時もあったけど、その時も何も広まずいろいろ言うけどそんなことでわしの信念は変わらんみたいなことも言ってましたもんね。すごいです、うん、だからうん、なんかね今回のこともね、そのシステムへの、アメリカのシステムへのなんか一石を投じる的なこともあるのかななんて私は勝手に思ったりもしたんですけども、なんかこういう発言をする本当勇気、強さ、そして根底にはものすごい優しさがあるんですよね、うん、だから本当にねそんな風さんを見てるとめちゃくちゃパワーもらえますね。本当にパワーもらえる、あこれでいいんだって思えるし、うん、なんかそんなことをね最近の風さんを見ていて思いましたね。もうすごく私も生きるパワーをもらってます、うん、信念、岩をも貫くような信念、もうこれですね。なので私も本当に信念を貫いて、もう絶対にもう私の今の私をね直して、本当に健康な全細胞を健康にしたいというふうに思っていますね。がんちゃんが全部いい細胞に変わってくれたらいいなみたいなね、うん、はい、でそうそう、そしてね今回私の話ですけども告白にたくさんのコメントをいただいて、今もいただいてますけども、今までずっとサイレントでした、ずっと2年サイレントリスナーでしたとか、そういう方が結構もう最初から見てました、ずっとサイレントでしたって方もいらして、そういう方が今回はもう思い切ってコメントしましたって、すっごい嬉しかったです。もう本当にねこれを機にコメントいただけたら嬉しいですね。そしてなんか神社で祈ってますとか、なんか毎日夜10時にみんなで祈ってますとか、もう本当にありがたいです。なんかもうどこの馬の骨かわからない私のようなもののために、そんなに皆さんがなんか時間とその労力を使ってくださるなんて、なんということでしょうと思ってね、もう本当に私はもう、もう言葉がないです。もう感謝という言葉では足りないぐらい、うん、本当にありがとうございます。で私はもう全然今はとにかく何も問題ないので、普通に元気なので健康な自分として動いてます。なのでピアノのレッスンも行ったし、でピアノの先生にも話したら、じゃあ発表会を目指しましょうよって、それ目指して元気にっていうか健康またね直してしまいましょうよって言われて、ああそうだな、それも目標にしようと思って、目標がいっぱいできてもう本当にね嬉しいです、うん。でまあこれからもね私いろいろ楽しい予定があるし、はい、まずはキンキンはそのアメリカに無事行くことなんですけども、はい、いろいろねエスタまだ取ってないんで、エスタ取ったりとか、スーツケースもエジプトのスーツケースが買ってエジプトの1回こっきりで壊れてしまったので、またね新調しないといけないし、まあそんなことをいろいろいろんな計画をしながらワクワク過ごしたいと思ってます。はい、本当に本当に皆様、リスナーの皆様ありがとうございます。コミュニティにも書いたんですけど、なんかもうオフ会の実行委員会とやらができていて、そしてこんな場所考えてますっていうのが送られてきたんですけど、もうすごいところで嘘でしょみたいな
でも本当にこんなとこでできたら、いやー、楽しいっていうか、もうワクワクドキドキすごい、なんか幸せだろうなって思って、なんか楽しい妄想いっぱいしてます。はいはい、ということで皆さんも毎日楽しいこといっぱい考えて、楽しいこといっぱいして生きてください。はい、ありがとうございました。ではまた。